はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ来ました、ダブルアップチャンス、おめでとうございます。やっときましたね。ちょっとリンクスにおいてはオーバースペックかもしれないですけどね、このカードね。ゆうまくんといえばダブルアップチャンスみたいなところあると思うんですけれども、このカード、簡単に言うと、なんかホープの攻撃力倍にするよっていうカードなんですよね。モンスターの攻撃が無効になったとき、そのモンスター一体対象にして、そのバトルフェーズ中、そのモンスターはもう一度だけ攻撃できると。で、この効果でそのモンスターが攻撃するダメージステップの間、そのモンスターの攻撃力が倍になるということで、ホープさんって自分で自分の攻撃を無効にするっていうこともできるんですよ。なので、ムーンバリアを自分に打つっていうこともできるわけですよ。だから、ホープで攻撃する、でホープで自分の攻撃を無効にしたダブルアップチャンス発動すると、次の攻撃が、倍になると、攻撃力が。ってことはですよ、ホープの攻撃力を上げればいいんですよ。とにかくホープの攻撃力を上げればいい。でホープの攻撃力を上げる方法っていうのは、いくつかあるんですよ。まあ、ちょっとグレルクスには来てないホープダブルっていうのが一番強いんですけど、基本的にはね。なんですけれども、このデュエルリンクスの、においては、このオノマトランスっていうぶち壊れたスキルがあるんで、これで結構簡単にライオアームズとホープが並べられるんですよ。これ以前ね、アルティメット、ホープレイ、希望アルティメットホープっていうデッキを作ったんでね、それの動画見ていただければ分かると思うんですけども、それの動画と基本的には同じギミックです。揃える手札は3枚、オノマトピアとズババ番長とドライバーを、手札に揃えると、この3枚で、ライオアームズとホープが出せるんですよ。で、しかもゼアルウェポンを再生できるんですよ、ライオアームズで。だから、ゼアルウェポンと、ライオアームズをホープに装備したら、大体攻撃力6000から7000になるんですね。6000から7000になるんで、ダブルアップチャンスを発動すると、大体ホープの攻撃力がダメージステップの間、1万2000から1万4000になります。1万2000から1万4000です。それで殴って勝ちます。今日は1万2000から1万4000のヤバすぎる攻撃力でぶん殴って勝つっていうデッキです。そこまでする必要あるかって言われたら、多分ないです。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、覇王十代。覇王十代、何やけど、サンバだろうな。デュエル、俺のターン、手札よ。魔法か、援軍はサンドドラゴンだ、多分、OK。サンドラは誘発、でも20枚だから誘発そんな入ってないと思うんだよね。誘発さえ引けてなければなんとかなるかもしれないって感じかな。一応番長いるし、言うてホープダブルアップチャンスはできるから、ホープダブルはなんかできるから、はい、できればなんかそのフォトンストリックバウンサーもやめてほしかったんだけど、フォトンストリックバウンサー多分飛んでこないんだ、これ多分ね、多分飛んでこない。なんか弱そうじゃね、ハンド弱そうじゃね、これ援軍で落ちてこれ取りんのか、はい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 、取り落ちてるね。さあ、ライデンドラゴン、ライデン竜、はい、モンスター効果発動、あ、取りいねえじゃん、弱っ、マジで弱いな。なるほど、これはね、これもらったんじゃねえか、ないんだった、いやもうクリボールあったら打ってほしいけどね。人掛けだな、これ、これマジ人掛けチャンスだわ、これは人掛けチャンス。オノマトピアを手札に加えていく。で、手札から、オノマトピアを召喚。希望をどっちにしてもガガボルトは打たなくてもいいな、これな。クリボルトダメだし、カイテロイドだったら結局意味ないから、カイテロイド入ってないけど絶対に、どっちにしてもだね。でベイルだったらケアできるから、別にこれクリボールだったらどっちと関係ないから、ボルトは別に打たなくてもいいよ。で番長特集、そして、ドロードライバーの効果と、このモンスターは、ドロードランついたモンスターの効果によって特殊者が成功しているとレベルが1個上がる。そしてドロードライバーの効果によってもう1回使えるこの効果を2回まで、2ターンに統治法で、これによってレベル5のモンスターが2体来るぞ。覇王見せてやるぜ、これが新しい召喚方法、エクシーズ召喚ってやつだよ。そしてライオンアームズの効果を発動、オーバーレイユニットを1つ使うことによって敵からゼアルウェポンカードを1枚手札に加えることができる。これはまあ別に正直どっちでもいい。これによってゼアルウェポン、トルネードブリンガーだろうな、これトルネードブリンガーだな、トルネードブリンガーを手札に加えていく。いやでも効果で破壊されない体制だったから、ライトニングベルトでもいい、別に正直どっちもいい。ズババ番長ガガゴードの方が発動、なんでかって俺はここでクリボール投げられたら死ぬからさ。
あ、でも知らないか、一応ホープがいるから。レビオニア無理で、俺はレベル2のレベル4のモンスターに対してオーバーレイ、エキシーズ召喚現れろ。ナンバー39、我が戦いはここより始まり。白き翼に望みを託せ、エクシーズ召喚現れよ。ナンバー39、希望の使者、希望ホープ。そして希望ホープにライオアームズを装備させていくぜ。ライオアームズのモンスター効果、このモンスターは3000ポイントの打点アップの装備カードとしてホープに装備できる。そしてトルネードブリンガーの効果を発動し、これでバトルフェイスに移行する。頼む取ってくれ。希望ホープなんかなさそうじゃね、なんかなチェーンないね。ダブルアップチャンス発動、攻撃が無効になった場合、そのモンスターの攻撃がもう一度攻撃できる。そう、さらにその攻撃力はアップする。行け行けユーマ、ホープゲンアルティメットスラッシュ、モンスターでの攻撃だ。うおー、どれは900ダメージはやりすぎだよ。俺の力がオーバーキルすぎん。これ必要ある、このカード。さあ、お相手の方ヤユウギ君か。ヤユウギ君、ヤユウギ君何これ。月光はね、誘発持ってるからキモいのよ。月光は本当誘発持ってるからガチでキモいのよ。ムーンライト、デクダイユウゴはぁ、なるほど、3700。あ、え、あ、それだけ？マジ？誘発ねえじゃん。え、これなんか分からせられるかもしれない、これ。なんか分からせられそうやんじゃん。これダブルアップチャンス来てるんだけど。え、これ分からせられるのでは？オノマトピア持ってるでしょ？ほいでほいでほいで。ほんで、え、これ圧倒的上から殴ったら勝てる説。希望オノマトピアを召喚。希望オノマトピアのモンスター効果発動。オノマト、あ、言うてでもこれあれっすよ。エクスカリバーで殴っても勝てますね、普通に。で、ズボワン長特殊召喚、まあそんなことはしない。なんでかってエクスカリバー出しても勝てないからさ。つまり俺はこのターンでデュエルを決着させる。攻撃表示は甘い。え、ムーンライト相手にさ攻撃表示は甘いって言ってるのすごくない？冷静に考えてみんな、ムーンライト相手に攻撃表示は甘いっていう展開できる、これこのデッキ最強ですか。そしてライオアームズのモンスター効果発動。ライオアームズはモンスター効果によってオーバーライオンを一つ使うことによってゼアルウェポンカードを手札に加えることができる。これによってトルネードブリンガーを手段に加え、これで対象に取り出させればもう相手は抜けない。俺のモンスターズワワンチョのモンスター効果発動。ズワワンチョのモンスター効果によってオノマトペアを特殊召喚。そしてレベル4のモンスターに対してオーバーレイ、オーバーレイネットワーク構築。うんぬ、モンスターはエキシーズ召喚、現れろ現れろ。ナンバー39、希望ホープ。うおー、我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ、エクシーズ召喚現れろ。希望の使者、希望をホープ、エクシーズ召喚。さらに俺はライオアームズのモンスター効果発動。このモンスターは効果によって希望をホープモンスターに装備することができる。さらにトルネードブリンガーを発動。このモンスターはこの効果によってホープの攻撃力をアップ。バトルフェイズいけ、希望をホープで攻撃、ホープの効果ムーンバリア、モンスターの攻撃を一度無効にする。そして攻撃が無効になった場合、このカードは手札から発動できる。ダブルアップチャンス、うおー、行け希望ホープ、攻撃できる。さらにその攻撃力はアップする。行け希望ホープ、スーパーハイパーアルティメットホープ剣スラッシュハハハ、俺の負けだ。神ゲーすぎる。神ゲーすぎ。すっげえ上がってるんだぜ。さあ、お相手の方はメガネの方のやつね。メガネの方のやつ。とりあえずこれダブルアップチャンスマジでいらないですけど、ダブルアップチャンスも下ろせるようにしてくんねえかな。一応別にいらねえってことあるじゃん、こういう時。まあでも言うてね、次のターン殺せるかもしんないから。でもね、言うてね、このアルティメットホープ出すとほとんどみんな攻撃表示でモンスター出さないから。で、ドロードライバー特殊からの、ズワワンチョ特殊。これはアルティメットホープ出しておいてエンド引きましょう。
普通にアルティメットフォームダサい強いです。で、4するでしょ。レベルを1個上げる。ドロードライバーの効果レベル1個上げる。で、レベル5のモンスターが2体でオーバーレイン。オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚ライオアームズ特殊召喚。そしてライオアームズのモンスター効果発動。ライオアームズのモンスター効果によってオーバーレイユニットを1つ使い、ペッてやって、ペッてやって、でこれによって、トルネードブリンガーをサーチ。そしてズバワン長のモンスター効果発動。ズバワン長のモンスター効果は墓地のドロまたはゴーゴーモンスターを特殊召喚できる。そしてレベルのモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚。行け、おおホープ、うわぁ、正直言ってなんかそのライオンアームズを装備する必要性ない気がしますけど、ね、かっこいいから装備してるけど、これ普通に3000盾になるからさ、これなんかそのまんま残しておいた方がいいですなんだよ結構ね。一応装備するけどもかっこいいから、ね、かっこいいから装備して希望ホープ、はい、これはなんかね装備する必要性あんまない気もするまあかっこいいから装備するけどね。6800対象取れない、これはもうあまりにも強い。で攻撃無効効果あるからね、はいはい、予想外は何でっけこれ、クソリって言うのしんだあんだよ、あー剣道中か、馬の骨の体か、ちげえよ、馬の骨の体か、なるほど、なかなか強力なカード入ってるな。モンスター効果はテザーウルフ、あモンスターを特殊召喚だから魔法カード発動、え、あーやばいねあバトルだからこれで私の勝ちなんだからえ